渡辺和明はアナウンサー。元日経ラジオ社取締役。東京都渋谷区出身。東京都立秋川高等学校。横浜国立大学経営学部卒業。1984年入社。同局の中央競馬実況中継の進行を担当。競馬以外のレギュラー番組としては、渡辺和明の喋って喋って60分。渡辺和明の与太郎ラジオなどに出演。 2015年6月29日付で、スポーツ情報担当の執行役員に就任。執行役員就任後も番組出演を続けていたが、2年後の2017年6月29日付で、取締役に就任したことに伴いアナウンス業務を一旦離脱した。2019年6月28日、自身の60歳の誕生日をもって、日系ラジオ社を退職した。 退職当日には、うまきんーに、最後の出演をしている。たた数、私がおじさんになっても W2015 年1月17日、閲覧 AB 人事、日経ラジオ社日本経済新聞、2017年6月10日、配信、2017年7月26日閲覧、都立秋川高校、文芸春秋、2016年5月26日閲覧、 人事、日経ラジオ社日本経済新聞、2015年5月21日、配信、2016年10月26日閲覧たくさんの応援ありがとうございます。渡辺和明の喋って喋って60分公式ブログ、2017年6月28日、配信、2017年7月26日閲覧。 喋って喋って60分ツイートツイッター2019年5月30日喋って喋って60分ツイートツイッター2019年6月28日渡辺和明アナ頑張れベースターズラジオ日経競馬実況ウェブ2015年1月17日閲覧渡辺和明の喋って喋って60分より2015年1月17日視聴今日は何の日 渡辺和明の喋って喋って60分公式サイト2015年1月17日閲覧ありがとうございます。